今日の本日の優勝です。引き数ダントツです。おはようございます。いよいよね、22年目 の、 あのジャンプアワビコーナーということで、それではスタートします。はい、いや、みんな、いや、すごいな、気合いノリノリやん。よし、頑張ろう。はい、はあ、夜の獣道怖いよ、やだよ、何も出てこんといてやとか言うてたら、では何よ、やだ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 、怖い怖い。おっしゃ、やるべ、頑張るべ。あの頃諦めかかったもんな、早いっちゅうの。入ってて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 、風ずっとこんなんか、きついで。
とりあえず心は痛みません。逃れました。おっしゃ、ちゃんと抱いてる？よっ、よっしゃ、二つ目。よかった、チビやけどおった、チビ、おーおー、ウィー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 、ドラグ緩めしとこう、ウィー、そう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 、よいしょ、OK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 、みんなどれぐらい釣ってるんかな。怖いな、怖いの。イカが見えております。あれ、ダカンやつか、こいつ。ダクやつや、散った、散ったな。痛まない、いかへんか、
イカちゃうんか。イカ違うわ、ウミガメや。何でもイカに見えるな。イカ違ったウミガメや、やばい。ウミガメや、めっちゃでかいイカおる思ったのに。やばい、これウミガメやばいな。歩き続けるぞ。 OK、 はいはい、はいよ、頑張ってよ頑張ってよ頑張ってよ。カメック入ってきてん。カメック、カメックちょっとつらいな。太陽出てこやんやん。太陽よ、おっしゃ、おったおったおった。ちょっとここで溜まっとるから、ここでポンポンポンと取って、オッケー、オッケーオッケー。おお、いた。オッケーオッケー。今日数はよけ釣れるなぁ。お、がっつり抱いてるやん。火星上がった系ですか。おっしゃー、おったおった。おお。ちょっとマシじゃないの？さっきまでよりかは。さっきまでよりかはマシよ。さっきまでよりかはマシよ。バラすなよ。バラすなよ。絶対バラすなよと。それでも400ぐらいやな。がっつり抱いてる？抱いてるな。よっしゃー、ちょっとマシ、今日一。オッケー、オッケーオッケー、よかった、オッケー、うわっ、オッケー、よかった、ちょっとマシな、釣れた。間に合った間に合った、マザール君間に合った間に合った。めっちゃ釣ってる。生だ、生だ、それはないて。
2頭や、2頭やもうそれ以外もチビばっかっすよ。え、マジで2人とも3人マサラだった。3人4匹、6匹、7匹、8匹、8匹でした。はい、マサル君渋かったやろ。いっぱい釣ったらもうその周り釣れんかったやろ。あ、でも渋かった、うん、渋かった。距離詰めてけへんかった。そうやろ、おもろいやろ。でクソクソシャロー打ち、あれなんなんやろな、わからんねんけど、なんでスローの方が回るんだ。頭落としたらまあ、そう、あのこういう角度でもう落ちんでもいいから、こういう角度なってへんかった、反応せんかって。後ろの人大丈夫ですか。はい、今日ね、参加人数46名、直前でね結構バタバタって休まれた方おられて、最初ね52、3名やったんですよ。ちょっとね急にバタバタっていう感じで休まれたんでこの人数になりました。あれ個人、今日釣って帰ってこられた方17名。少な、17名です。使ったんやね、3分の1やな。だいぶ辛いな。そうやな、辛いな。ではですね、17位から発表していきたいと思います。これ、行ったっけ。さあ、ドキドキ、ドキドキです。千葉さんがフィッシュリーグ中村耕作選手、おめでとうございます。すいません、自分ごと取れました。優勝候補と言われてて、ほんま優勝なんで。これがブロガーじゃんって言ってくださいね。1485g、 ビール&ブラックライオン、千葉克也選手、おめでとうございます。おめでとうございます。まさにちょっとカメラ回して、回して、ちょっと行くければ OK。 行くちょっともう一回撮っていいや、音量が使うとこなくなるやん。ではですね、今日の本日の優勝です。匹数ダントツです。8杯、 1510g、 チーム釣りもてイコラフューチャリング生しいたけ .com 選手、おめでとうございます。折れちゃうか。すごいな、一回動画切れてもだから怒られやんかな。やるな、インタビューをしていきたいと思います。はい、それでは第5位、2匹で 740g 釣られました、リエル&ゼスタ池内修司選手です。2位、1485。そしたらね、あの千葉さん、はい、2匹で1485、8匹で1510、ね、スリモテイコラということは和歌山。いや、僕は大阪です。あ、大阪ですか、はい、大阪の生まれはどこ。生まれは京都です。生まれややこしいな、生まれは京都。今は大阪にいた。今は大阪で、来年和歌山に引っ越してきます。あ、移住するんですか。どこへ。浅いとこ 1,2 メーターぐらいのところを、はい、いろいろ回ってます。いろいろ自由なく、もう今年いっぱい釣っちゃうとその周りに絶対釣れないんで、うんうん、いっぱい釣ったらそこ投げんとか、うん、うろちょろして8匹打ち切ったらもう車で行きます。いや、もうちっちゃいのばっかりやった、ね、秋はね、特にあー納得いってなかったっすよ。使われた営業は、ドロー4の、うん、まあ、2.55 から 3.5 号まで、うん、スポンサー受けてんの。いや、受けてないです。受けてないの。全然知る、ただの素人です。あーでした、おめでとうございます。こういう都市に限って出てないのすごいですね、はい、ということで、今日の1位10杯を釣られて 2145g、
何やったっけすりむってイコラフィート生しいたけの3名さん出てきてくださいすごいケダムネダム北野部さんとか北野部さんだけつっためちゃあと2人やなやっぱり足引っ張ったのねあれがすごいあ、ボケるなインカメあかんなこうやってえあ、こうやってね、いや動画のエンディング撮ろうかエンディングじゃんエンドさん忍びでしたやめてくれエンドさん忍びでしたよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。これ上がるけどいいですか？まあいいよ。お疲れです。お疲れ様です。いやおもろかった。やったぞ。めちゃくちゃやったね。完全に。いやこれほんま神回やる。神回さんの独壇場。お疲れお疲れです。やばい。はい。毎年。毎年この3人やから。毎年この3人。なおしのチームになってこれへんみたいな。現象を打ち出すと。抑えとかんと。囲い込んとかんと。泥棒メンバーへの立ち打ちする。そうそうそう。立ち打ちできへんって。